こんにちは、4Lです。毎日暑いですね。もう灼熱地獄。もうすでに39度を上回る気温になっているところもあるそうですね。屋外に出るのがね、本当危ない、命の危機です。我が家では先週末に保護猫の子猫をいただいてきたので、子猫が暑さで死んでしまわないように日中エアコンをかけっぱなしにしています。電気代がとても心配です。私が電気代のことを考えて胃が痛くなる思いをしているのに、こいつら胃までキャンプしてるんですよ、本当にもう。さて本題のハリスホークですが、ハリスホークの生息地は中南米。私たちの住んでいる日本より緯度が低くて赤道に近い地域が多いです。中でも砂漠気候の地域では最高気温は50度を余裕で超えていて、過去にはカリフォルニア州のデスバレーで56度を超えた気温が観測されているそうです。まさに死の渓谷。そんなわけでハリスホークは夏が大好きです。灼熱地獄の日本の夏でも屋外で飼育することが可能です。見てください、今日も暑くなりそうだなーって空を見上げてますよね。今回はそんな夏が大好きなハリスホークの日々のルーティンをご紹介します。まあいくら暑さに強いって言ってもハリー自身はそんなに暑いところで暮らした経験はないですからね。さすがにエアコン付き室内にもいませんでした。なのでハリーは日中気温が高くなるとあまり飛ばなくなります。最初に言っておきます、この動画の中では全く飛びません。怪我をして飛べなくなってしまったというわけではありません。暑いから飛びたくないだけです。日差しがさんさんと降り注ぐ真夏のハリーの楽しみはこれ、ハボシです。しかもこの場合は庭の土の上よりも暑い、触ったら火傷しそうなほど熱いレンガの上に寝そべってます。こんな状態のことを熱浴びっていうそうです。今は我が家にはありませんが、コンクリートの上にサラッサラに乾いた砂が溜まっていたりすると砂浴びをする時もあります。なぜこんなことをするのかという理由は、体についたダニなどの寄生虫を熱で退治しているそうです。もちろん血を吸う寄生虫もいると思います。血を吸われると痒くて嫌でしょうね。その他にも羽を食べてボロボロにしてしまうダニなどもいるそうです。羽を食い荒らされたら空を飛べなくなっちゃいますからね。夏はダニなどの虫も増える時期なので熱浴びをすることが多くなるんだと思います。でもここ本当に暑いですからね、ハリーよく平気で寝てますね。それで暑さに我慢できなくなったらむくっと立ち上がって何をするのかな。この後ハリーが何をするか分かりますか？皆さん多分想像がついてると思いますが、そうです、日陰に涼みに行くんです。どこに行けば涼しくなるかってよく分かってますね。そしてある程度体の温度が下がったらまた出てきます。そして再度熱浴びを始めます。なんかサウナ大好きなおじさんみたいですよね。よっぽど気持ちいいんでしょうね。ハリー満足しましたか？あ、ようやく起き上がった。また日陰に行くのかな？あれ、どこ行くのハリー？え、またそっちでハブシすんの？何かおもちゃになるようなものを見つけたみたいですね。なんだ、あ、これヘビかなんかに間違えたのか、ひょっとして小屋の材料にしようと思って行ったのか、まあ何せよね、これを探しに行ったんですね。やはり自分の巣を作るために枝の切れ端とかを拾って帰ってくることがよくあるんですよね。こんな低いブロックの上に乗らなくてもいいんじゃないかって思うかもしれませんが、やはりこういったねブロックだとかの上に乗るの結構好きなんですよね。以前はレンガとかを積んで山のようにしてハリーの遊び場にしていましたけども、ごめんね、レンガね下に敷いちゃったんです。遊び場取っちゃってごめんね。
ようやくご帰還です。こんな感じで夏の暑い日中は庭の地面の上を行ったり来たりして遊んでます。ねえハリー、君本当に鷹なの？あんまりね、鷹らしい振る舞いを見ることが少ないんですよね。まあ健康で長生きしてくれれば何でもいいんですけどね。あと熱浴びだけではなくて水浴びももちろん欠かせません。こっちの方がね気持ちよさそうですよね。私も水浴びしたい。ハリーの動画を最後まで見ていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただいたり、あとコメントをいただけると動画を撮影する励みになります。どうぞよろしくお願いします。